カーボン紙カーボン紙とは手書き文字の複写を行うために書類の間に挟んで用いる紙略してカーボンということもある筆圧が表面の紙を通じてカーボン紙さらにカーボン紙の下の紙に伝わりカーボン紙の仮面に塗布されたカーボンが下の紙に裏移りする仕組みインパクトプリンターの複写用紙としても使用される複写機がなかった時代 事務作業には一般に黒色、または青色で文字を複写するのにカーボン紙が用いられた。筆記する紙と複写させる紙の間にカーボン紙を挟んで、上から筆記すると筆圧で転写したい紙の方に転写される。実際の事務ではボールペンも普及していない時代から用いられたが、簡単に消すことができる鉛筆書きの文章を、小本の記録にすることを避けるため、 紙を3枚を重ねてその間にカーボン紙を挟んで使用された。この場合、1枚目が鉛筆書きとなり、2枚目を標本、3枚目を控えとした。ボールペンが普及すると紙を2枚重ねてその間にカーボン紙を挟んで用いるようになった。このように用紙に挟んで使用するカーボン紙はワンタイムカーボン紙という。その後、手書き用の入力伝票などには、 カーボン紙を挟む手間を省ける、裏カーボンの複写用紙が使用されるようになった。バックカーボン紙は伝票などの用紙の裏面に、直接カーボンが塗布してあるもので、カーボン紙を用紙の間に挟まなくても下の紙に複写される。バックカーボン紙では、複写が必要な手書きの部分にだけカーボンを塗布すれば、よく、複写が必要な部分にだけカーボンを塗布したものを、スポットカーボンという。 さらに別の紙に塗布されたカーボンが転写されるのではなく、紙自体が筆圧で発色する、間圧発色型の複写用紙がカーボン紙に代わって使用されるようになった。なお、印字と同時に複写するのではなく、経済的に後処理で大量に複写するためのヘクトカーボンという用紙を使った技術も用いられた。燃料電池で使用されるカーボンペーパーは、 文書の副写に使われるものとは全く関係なく、炭素でできたマイクロファイバーを平らなシートにしたものである。膜電極アセンブリの触媒層を通して、主役を拡散させるための電極として用いられる。ABCDEF ネズシゲオ、インパクトプリンタ、情報処理第19巻第4号、321ページ。ABCD 中切正雄、アーカイブ室新聞。 第298号国立天文内天文情報センターアーカイブ室2019年12月12日へ閲覧 ABE が清明情報用紙製造技術の系統化国立科学博物館産業技術史資料情報センター2019年12月12日へ閲覧ありがとうございます